車の話坂戸店のコーナーです。よっ、デモカー紹介。先日ね、動画でご紹介したブレスさんから、そうですよね、 GC8 帰ってきたんですけれども、超綺麗ですよ。だってこれ、うん、あれ前はだってまだ塗ってる最中というか塗る前の、塗る前でした。ちょっと聞いていいですか、はい、これいくらでできるんですか、オールペン。まあ、このサイズの車ですと大体50ぐらい。あ、でも50でいけます、はい、内側前塗って、はい、でもひろきさん、デモカー紹介なのになぜかこれ今日上がってるんですけど、うん、今日何するんですか。WRX インプレッサー、あのブッシュがなくなるんですよ、経年劣化で朽ちて。多分こう見てる人でも、あ、なんかめっちゃガタガタすんなみたいな、何足入れてもニュートラぐらい動くなみたいな症状があるんであれば、間違いなくブッシュが朽ちてなくなってます。まあ、これからあのシンクロを傷めないようにしっかりブッシュ交換して、新品のようなシフトフィーリングに戻していきたいなというふうに思っております。ちなみにどの部分がそのグラグラの原因なんですか。で、要はここの、まあ、これとかこの今あの中のブッシュが完全になくなっちゃうんですよ。そうすると結構ここだけでもガタガタ動くようになって、それがシフトにまあ伝わってかなりグラグラするっていうのがあの起こるんですけど、まあ、このブッシュを打ち替えてあげて新しくしてあげることで、まあ、このパーツが復活するよっていう。何がいいかも。これがシフトのリンク でさっき見せたやつがここに入って、でこのシフトのバーとつながるんですよ。で、要はここのつながってるリンクとバーがつながってるところでガタが出るんで、最終的に上であのガタがガタガタガタってこのぐらい動くようになっちゃうんですよね。だから今回はその物証を変えてしっかりこう動かないように新品の状態に戻すっていうのが今回の、まあ、メニューじゃないですけど、デモカーを直していく手順になります。はい、はい、そしたらバネを引っ張りながらこいつを、というわけでひろきさん、はい、最後ミッションも直ったんで、うん、ぜひ試乗を。そうですよ、はい、あれタイヤとかホイールなんか新しくなってるじゃないですか。そうなんです。お、そうなんですよ、 PF05 でございます。すげえ、円形さんといえばですね、あの純正の多いホイールも結構作ってるんですよ。そうですよね、ほぼほぼだから、うん、スバルの限定車のホイールって、はい、BBS か円形、まあ、ほぼほぼ円形ですね、円形さんなんで、うん、かなりこれがあのすごい多いで下ろしてるほど技術力が高いホイールなので、まあ、かなり剛性も含めてすごいいいなっては思ってます。さらにダンロップのハイグリップタイヤといえば Z3 ですよ、ひろきさん。 Z3 いいですよね、減らないし、はい、グリップもあるし、はい、俺も初めあの 86BRZ レース2019年出た時は周りがベータ03、ベータ04みたいなの使ってる中、あのサーキットの走行分かんないんで、ずっと Z3 でまず周回を重ねてました。減らないしグリップもバランスもいいので、はい、いいタイヤです。というわけでこのデモカーにつけたいと思います。はい、はい、じゃあ試走いきますか。はい、つけていきましょう。はい、今はまあこれがラビックス2です。で、これがステアリングにつく側、こっち側につきます。今回はね、モモのスウェードのステアリングにしてます。僕一回その、まあ、ブレスから上がった後一回ちょっと乗らせてもらったんですけど、うん、もうタイヤのやっぱりこうロードノイズの感じで ゴツゴツ感がやっぱもう出てますよね。あ、まあまあ剛性感が絶対あるみたいな。 そもそも内装もこの頃ってそんなにあの今の車みたいにこうデッドニングじゃないけど、遮音性はないですよね、一切ない。クラッチを変えるだけでこの音ですよ。ラグドライブのね、回る音が聞こえますね。シャラ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 。ロールバー入ってるんで、あとシートベルト入れて、シートベルトでね、フルバケ入れれば、もうぶっちゃけこのまま出れますからね、ラリー。出ます？僕はこのドライバーで、山で出ますじゃん。あ、僕出ますか？いいんですか？デモカーでしょ、だってこれ。いいじゃないですか。デモカーでせっかく黒で綺麗になったのに。いやいや、ぶつけなきゃいいですよ。ぶつけるから汚くなるんです。わかります。ぶつけはしないと思いますけど、ぶつけたくはないので。お、これはやばいですか。定期的にこの頃の車って言ってあげないと割と不調につながったりする。1、2ヶ月乗らないとエンジンかかんなかったりするんですよ。普通に。はぁみたいな。乗らないだけで。そうそうそう。乗らないだけで。
はい、以上終わりました。はい、超いい車ですね、元僕の愛車。いやでも実際に乗ってみてブッシュ変えるだけでも本当に新車みたいな感じで乗れますし、なんか全然シフトも入りやすくなったので全然そこは違うかなっていうところと、まあ、乗ってみて、まあ、そこしか変えてないんで少しか分かんないですけど乗りやすくなったなっていうところです。はい、でもなんかこうヒラヒラ感がやっぱりあっていいですね。車が軽いなっていうのはもちろん乗ってるとすごいよくわかる。そうで WRX だから中低速のトルクもありますし、まあ、カムが WRX で STI と WRX に違うので全然個人的に普段乗りするんだったら圧倒的に WRX に乗りやすいかなっていう印象があります。はい、というわけで皆さん、まあ、ヘッドの、まあ、デモカーとしてもありますし、まあ、今回ね作業でね一部お届けしたの で、ね、ぜひお困りの皆さん、はい、ご相談に、はい、ぜひアヘッドさんにお問い合わせいただければと思いますので、はい、というわけで、はい、また次の動画でお会いしたいと思います。さよなら、バイバイ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。